はい、NS フライトのナオです。今日はですね、このワルケラ110のですね、ロディオという機体にですね、この双葉の送信機で受信できる受信機をつけたいと思います。それでですね、使うものはですね、この SF800 というですね、売ってるものです。S バスですけど簡単に取り付けられます。このジャックをですね、このワルケラ110の後ろの背面のポートにですね、これを挿すだけになります。それで注意なんですが、この黒い線は右側です。右側に来るようにこのようにポチッとつけてください。でこれで完了です。あとはですね、自分の好きなところにつけてもらって、あとはバインドをしてもらえれば完成です。で設定の方へ行きます。はい、私はこんな感じでつけました。どうでしょうか。あとは皆さん自由にやってください。はい、クリーンフライトを立ち上げます。ちょっとですね、映像が、見づらいんですがご了承ください。はい、今度はですね、この左足のここをチェックしまして、ここはチェック入ってます。この右の一番下ですね、ここにチェックが入ってないんで、このグリーンになっているところをチェックを入れてください。ここです。はい、次はここです。あとここのですね、チェックを入れてください。ここです。次にですね、右側の画面行きまして、このここですよ、ここをチェック入れてセーブをして完了です。はい、ピーピーうるさいですけど電源を入れます。はい、次はですね、ここのモードです。このモードでアクロモードとかですね、ノーマルモードの設定のスイッチの切り替えをします。スイッチはですね、自分の好きなところで、設定してください。私はですね、ちょっとここのスイッチ見えますかね、ここで切り替えです。切り替えで3段階ちょっとここですね、設定入れてますので、ここのところでうまく設定してください。以上です。はい、これでバインドします。これでモーター曲がりますので、これでフライトできます。あとはですね、これ参考にしてもらったと思うんですが、今一度ですね、皆さんいろいろと調べてもらって自分なりにセッティングをしてください、はい、何かのですね、これが違うとか飛ばないとかトラブルがあっても、こちらではちょっと責任取れません。申し訳ないんですが、またぜひよろしくお願いします。